アブディール級不設巡洋艦は、イギリス海軍が建造した、機雷不設用の巡洋艦の艦級である。本級は1938年1939年度計画で4隻、1941年度計画で、追加2隻の、計6隻が建造、収益し、第二次世界大戦にて3隻が戦没した。的に機雷を敵地に投下するために、 高速型の不接艦として設計された。前級、アドベンチャーの半分程度の機雷投下数に抑えられた。代わりに、前型では、速力28ノットであったが、本級において、駆逐艦並みの速力39.8ノットを発揮できるよう設計されたが、実際は、前期型が36ノット、後期型は35ノット程度で、計画速力に達しなかった。 艦型は小型で、防御は、機関区のみに、対駆逐艦の手法程度の対弾防御程度に、抑えられ、手法も、駆逐艦と変わらない10.2センチメートル砲を6門に、抑えられた。後期型2隻は、手法1機を撤去した代わりに、対空火器の強化と、燃料搭載量を増やして、後続性能を向上させた。本級は、持ち前の高速能力と、 機雷搭載スペースを活かして、前線での輸送任務にも活用された、前期型である、マンクスマン。本級の船体形状は、典型的な、平甲板型船体で、還元は、高いが、全く傾斜のない監視甲板状に、10.2センチメートル広角砲、お棒立てのついた、連装砲画で背負い式配置で2機、2番砲の基部から、上部構造物が始まり、 その上に、箱型のソーダ環境と、簡素な三脚型の全部マストが立つ。船体中央部には三本煙突が立ち、カウンティ90巡洋艦のように二番煙突のみ、太かった。後部見張り書を基部として三脚型の後部マストと、後ろ向きで4センチメートル良い連装ポンポン砲一基が配置し、後部甲板上に三番手法が一基配置された。嫌いは、 完備看板上に、片言一機ずつ設けられたクレーンにより積み込まれ、看板上の四つのハッチから船体内に設けられた、機雷搭載スペースに搭載された。投下時は中看板上に、片言一機ずつの投下機上、計二機を備え、完備に、片言一機ずつ扉のついた投下口から運用された。後期グループは、外観上の違いでは、手法は、前後に一機ずつとなり、 二番手法のあった箇所には、ボフォース 4cm 連装機関砲一機を搭載した。また、後部マストは三脚型から、簡素な単足型となり、位置を三番煙突の後部に移動されたのが、識別点である。写真は、本級にも搭載された、マークズビー 10.2cm 連装広角砲。本級の広角砲は、マークズビー1 0 2トル広角砲を、 採用している。1 5 9キログラムの砲弾を行四45度で、射程1 8 1 5 0ル最大行角80度で一向1 1 8 9 0ルまで到達させることができた。砲側は左右方向に170度旋回でき、不行は行角80度、深く10度で、発射速度は毎分15発だった。これを連装砲がで、 前期型は3機6門、後期型は2機4門搭載した。他に近接火器として、ビッカーズマーク 84cm ポムポム砲を採用した。その性能は 0.37kg の砲弾を行四45度で 4570m、最大行角で 730m まで届かせる能力があった。これを4連装砲がで1機を搭載した。砲がの不能力は、 行角80度、深く10度である。旋回は360度可能だが、実際は、上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータでは、毎分450発である。アポロの艦内の機雷投下工。しかし、第二次世界大戦の戦訓からこの程度の、対空火力では不足とされ、10.2メートル連装広角砲一機と、 ポンポン砲を現時、代わりに、スウェーデンのボフォース社が開発した、ボフォース 4cm 機関砲を採用した。この砲は、重量 0.89kg の機関砲弾を最大 7160m 先まで飛ばすことができた。これを連装砲がで2機装備した。他に、スイスの兵器メーカーエリコン社製、エリコンマーク I2cm 機関砲を、 単装砲がで12機搭載した。その性能は、重量 0.123kg の弾丸を行角45度で、射程4389メートル、最大射、降3、048メートルまで到達させるものであった。砲がの行不角度は、行角85度、不角5度で360度旋回可能であったが、実際は、上部構造物に異界を制限された。 発射速度は毎分250発であった。ありがとうございます。